はい、じゃあ早速始めましょう。じゃあみんな立って。はい、じゃあ生まれた月、はいどうぞ。で、だんだん離れていきます。そう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 。あ、いいねいいね。あ、大丈夫大丈夫。はい、ゆっくり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 、もっと上に上がっ、だんだん上に上がっていきます。そう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 。あ、ちょっと、あ、僕は何も見ていない。俺が飛んだりしてる。みんなにもこうナイナーが見えてるってことだよね。これが演劇を支えている原理です。で、何個目は大抵みんなやってますよね。だからイメージを共有しやすくなります。この原理があるので、私たちはどんなイメージ、どんな嘘でもお客さんに信じてもらうことができます。配役を決めて読み合わせを 1,2 回して、それで休憩に入ってください。はい、どうぞ。清水さん、あ、いえ、結構です。あ、そうですか。美味しいですよ、意外と。あ、いえ、結構です。あ、どちらまでいらっしゃるんですか。うん、あ、すいません、ありがとうございます。旅行ですか。いえ、まあどちらまで。あ、いえ、まあ、なんとなくこっちの方を回ってみようかなと思って。あ、前にも聞いたっけ。うん、ここよろしいですか。ああ、どうぞ。こっち来たら。あ、うん、いえ、ここで。ああ、そうですか、すいません。普通の学校の授業では教えてもらえないようなイメージを伝えるなど、そういったことを学べたのでよかったと思います。新しいこと知れて、なんかもうワクワクというかすごい楽しかったです。体験したことが、まあ、彼らのこれからの人生の中で少しでもいろんな方向に役立ってくれるといいなと思ってるんですね。それはコミュニケーションであったり勉強であったり、そういうことを考えるきっかけになってもらえばいいなと思います。